誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。ヨハネの福音書14章12節。2020年、コロナウイルスによって世界は一変した。新型コロナウイルスが日本国内で初めて確認されました。新型コロナウイルスの感染者が新たに8500人確認されました。コロナの影響がですね、非常に強く出てきてますね。時が止まった。しかし、私たちは止まらなかった。私たちは祈り、変化に対応し、助け合い、新たなツールを用い、想像を働かせた。そして何よりやり続けた。私たちはこれからもやり続ける。